1番西村直文動いていきました。前段の位置まで上昇です。1番の西村マーク、7番の森山正明、ここに短期3番中井治も乗っています。2コーナー回ってバック、5番の乾翔平は短期の競争で後ろ攻めから1番西村直文がジャンで抑えていきました。短期でも3番中井治が今日も意欲的に前へ出ました。ジャン杉3番中井治が前へ出てこのまま先行体制か。ハマっている1番西村直文と九州勢2、3番手、4番手に5番の乾翔平で4番雪成、一方2番の徳丸康則は後ろから2人目6番手。1コーナーから2コーナーカーブです。短期逃げ、今日も短期で逃げました。3番の中井治、2番手ハマっている1番の西村直文、どのあたりから踏んでくるか。バックから3コーナーカーブはまだ縦1本の体勢です。3コーナー手前から1番の西村直文、2番手からまくっていこうという構え。そして中段4番手からは5番の乾翔平もまくり上げて乗っています。4番の雪取りは内へコースを取った。その外から2番の徳丸康則直線コース、徳丸が大外から追い込んでのゴールインです。2着には7番しんがり5番の太田義政、体型変わらずにレースは残り2周、まもなくジャン前2コーナーカーブへと差し掛かります。後続から動いてくる選手はいるかどうか、あるいは追い上げてくる選手がいるかどうかですが、まだ縦一本変化はありません。全く体型変わらずですが、1番の陶器和馬今日も動いていきました。陶器がジャンで切りました。後ろ短期の選手も乗ってきます。3番の後藤、7番の清水邦明、8番の小林、そして5番の太田義政の狙いはどうでしょうか。6番中村健二が少し後手を踏んだ格好になって、このまま1番の陶器和馬が主導権を握りました。ジャンから抑えてそのまま主導権です。6番中村健二、後方の6番手からまくっていきました。マークは4番の吉野武、2番の近藤は遅れている。バックから3コーナーカーブで、ここは前段3コーナーカーブで捉え切りました。6番の中村健二が捉え切って、マーク4番の吉野武、この2人が抜け出した。あとは切り替えて3番の後藤純平、3番手、4コーナー回って直線です。番手から4番の吉野武、4番吉野が追い込んでのゴールです。3着には3番の後藤。前は5番の藤縄亮介、一旦藤縄が誘導員の後ろへと上がりまして、今度は8番の前の吉和がそれを抑えていきそうでしょうか。3番の宇根木、スタート前受けでしたが車を引いています。ジャン前、8番の前田義和が抑え切りました。5番の藤縄車を下げて、この体勢ですと4番手、3番の宇根木勤は後方7番手となりました。ジャン前に抑えて主導権を取っています。8番の前田義和、九州勢が先頭から3番手、一方の3番の宇根木勤は後方7番手、まくり勝負になりまして最終周回です。中段の4番手には5番の藤縄亮介で、1コーナーから2コーナーカーブへと向かっていきます。先行8番の前田義和、そして中段4番手後ろの動きを見ています。5番の藤縄バック、2コーナー7番手からは3番の宇根木勤まくってきました。宇根木のまくり合わせて3コーナーカーブ、5番の藤縄出ていけるかどうか。2センターから4コーナーカーブですが、前段捉え切りました。3番の宇根木勤、後ろは5番の藤縄亮介か、あるいは9番の住隆、4コーナー回って直線です。まくり圧勝体制は3番の宇根木、2着争いはどうでしょうか。3選手接戦ながら、藤井が6番手から上昇です。残りは2周、その藤井のラインに乗っています。短期8番の山本健也、前受けだった3番の飯塚直人は後ろ攻め6番手から上昇です。2番の藤井、2コーナー回ってバックです。定石通り後ろ攻めからジャン前抑え切りました。2番の藤井純也です。中部3社が先頭から3番手、その後ろ4番手3番の飯塚直人粘っていますが、8番の山本健也、このセンターラインの4番手外並走です。3番の飯塚の後ろが7番の志原正文、4コーナー回って直線で、直線に向いてぐっとペースを上げていきました。2番の藤井純也最終周回です。マークは9番の小坂井浩二、4番の松井秀幸3番手、4番手まだ並走の状況ですが、2コーナー4番手外並走からは8番の山本健也まくっていく。その後ろ7番の志原正文切り替えまして3コーナーカーブで向かっていきました。先頭は8番の山本健也に変わりましたが、乗っているのは7番の志原正文、そして6番の木田隆二、4コーナー回って直線です。先頭は短期8番の山本健也、山本先頭ですが、後ろからは7番の石原、追い込んだところがゴールインです。2着はどうでしょう。ホーム3番榊原博士、4番の長谷隆、中四国3社後ろ攻めから前段の位置まで上がっていきました。2番の下沖車を下げて、今度は6番の山田淳二が出ていきそうな気配。
3日間とも先行か、6番の山田淳二、山田淳二がジャンで抑えています。3者を出して7番の松本拓也は中段の4番手、2番の下沖浩二、前浮きから引いて後方7番手、一旦流して最加速の6番の山田淳二で最終周回です。3日間とも主走権、中段4番手は7番の松本拓也、一方人気の2番の下沖浩二、後方7番手からのまくり勝負です。2コーナーからバックで波を作りながら先行です。6番山田淳二、2コーナー4番手からは7番の松本、7番手からは2番の下沖浩二、まくってくる。下沖のスピードが勝っているか。3コーナーから第2センターカーブ、3コーナー捉え切りました。2番の下沖浩二、追走は9番の穴井俊久、5番中山圭斗、道浦九州のワンツースリー体制。4コーナーから直線です。先頭まくった2番の下沖浩二、2番下沖、9番がない5番中山系、ワンツー、3番手の東、残りは2周回を切りました。後ろ攻めになった6番の下岡勇気がどうでしょうか。そろそろ上がっていこうかというところ。しかし前も1番の小林慎太突っ張るかどうか。短期4番の桑原亮が切り替えました。これで1車下がった6番の下岡勇気、5番手に変わっています。まだ誘導員残った状況で6番の下岡勇気なかなか動きません。ジャンの3コーナーカーブ、6番の下岡動いていきますが、この位置ならば突っ張りそうだ。1番の小林慎太、ジャンの4コーナーから直線ですが、下岡はどうでしょうか。後ろ2番の篠原がちょっと遅れている。最終周回ダッシュのいい6番の下岡勇気、はまったのは1番の小林慎太、2番の篠原忍も遅れまして追い上げていくことができるかどうか。2コーナー回ってバック、東のラインが2番手から4番手すっぽり収まっています。短期がまし6番の下岡勇気が持つかどうか。番手は1番の小林慎太に代わって3番手には3番の平石博之、2番手から出ていきます。1番の小林慎太、後ろから4番の小原亮、4コーナー回って直線です。2番手から出ました1番の小林だから飲み込んだ。短期4番の桑原亮が1着で入線です。2着には1番の小林。4番の柿沼慎也が赤番で抑えています。6番の塚本大輝は切れ目を回って4番手、1番の山口智博冷静に引いて5番手です。前後入れ替わっての3対1対3、2コーナー回ってバック、赤番で抑えた4番の柿沼慎也がこのままバック戦を取るかどうか、あるいは山口智博がかましてくるか。ジャンの3コーナーカーブ、少しペースを緩めています。緩んだところを仕掛ける1番の山口智博、マーク5番の妖怪茶博之、4コーナー回って直線です。しかし前もペースアップは4番の柿沼慎也、最終周回です。山口叩き切ることができるかどうか。最終周回ちょっと番手口が開いたところに内潜り込んできました。内潜って1番の山口ながら、ここはチューブの連結が外れた。先頭強引に奪った1番の山口智博ながら、後ろはまった4番の柿沼慎也、マーク7番の高木貴博、そして2番の飯尾力と、東の3選手は2、3、4番手、3番の鬼松則その後ろ。4コーナー回って直線です。2番手から差を詰めて4番の柿沼慎也、直線コース踏ん張った1番の山口智博、山口4番の柿沼、両者の争いです。3着は2番の井口から7番の山田哲也が上昇ながら、2番手から先に2番の清水剛が中部勢を警戒しながら上がっていきます。2番手から先に2番の清水が出ました。しかしその後ろから7番の山田哲也も当然踏み込んでいきます。後ろは5番の北野に、1番の萩原美沙に、3番宮越大踏み合っていますが、ジャンの2センターカーブ、しかし内も抵抗する。2番の清水剛も抵抗していきます。山田は出ていけないか。4コーナー回ってこうなりますと5番の北野が出ていく番だ。着線コース最終周回です。今度は5番の北野義晴踏み込んでいきました。近畿勢対中部勢、中部勢がどうでしょうか。北野義晴が生きるかどうか。2番の清水もよく踏ん張っている。後方からのまくりはどうか。8番のアダニアが一発まくってくるか。バックで一旦まくり切りました。5番の北野義晴先頭です。北野先頭、アダニアまくってくる。さらに4番の峰重雄之介、いいスピードだ。峰重が大外飛んできた。4コーナー回って直線です。先頭は5番の北野義晴ながら、峰重の短期まくり決まりました。峰重雄之介1時半初 V のゴールインです。2着はどうか。残りは2周、5番の岡崎智也が前段の位置まで上がっていきました。誘導員は1コーナーで退避です。近畿勢がまずは出て、その上を4番の吉永明がさらに切ります。これで1番の谷口良平を出す感じでしょうか。8番の小崎太夫も前々踏み込んでいきます。切った4番の吉永をジャンで抑えました。1番谷口良平です。吉永3番手、5番手並走で、5番手は5番の岡崎がさばいています。さばかれた8番の小崎太夫は7番手になって最終周回を迎えます。ジャンで抑えました。1番谷口良平が主導権です。3番手は4番の吉永明、そして人気の5番の岡崎智也は中段の5番手。2コーナー回ってバックは
縦1本です。先行飛ばします。1番谷口良平、マーク9番の松崎隆久、縦1本でバック。3番手からは4番の吉田明、まだまくっていかない。まだ縦1本で3コーナー、5番手からようやく5番の岡崎動いていきました。2センターから4コーナーカーブ、吉田が縦に踏み込んで4コーナー回って直線です。番手からは9番の松崎隆久、大外からは5番の岡崎智也が突っ込んで、最内はどうか。8番の小崎太赤番のホームで、堀と3番の小林信春が上がっていきまして、この後ろ1番の山下和樹、6番の井上君俊、避けての勝負になっていきそうです。2コーナー回って8番の堀良介、ジャン前に抑えました。1番の山下和樹はこのラインの3番手に乗って、9番の小野正義は5番手に続いていきます。6番の井上君俊、今日も下げ切りまして、後方7番手からの勝負。ジャンの4コーナーから直線でペースがぐっと上がっていきました。ジャン前を抑えて8番の堀良介が主導権、最終周回です。マークは3番の小林信春、3番手1番の山下和樹、マーク5番の野本翔太、そして人気の9番の小野正義と2番の武田健介はさらにその後ろ。2コーナー3番手から先に1番の山下和樹まくってきました。山下一気に捉え切りましたが、5番の野本翔太がおちょっと遅れている。小野がこれを追いかける。後方からは6番の井上君俊、2センターから4コーナーカーブ、3番手からまくり切った1番の山下ながら、さらにこれを捉え切る難関勢、9番の小野、直線コースへ向いてきました。小野、そして番手から2番の武田健介、追い込んでのゴールインです。9番の黒田が前段の位置まで上がっていきまして、残り 800m を切りました。黒田、7番の筒井淳、3日間連携の岡山勢、その後ろから4番の旗段嵐、近畿の前回りの旗段がジャン前を抑え切りました。番手が先輩の3番の河村浩二、6番の和下浩二がこのライン3番手、岡山勢は中段4番手、その後ろが1番の柴崎淳、6番手、渡辺裕太は後方、今日も8番手で最終周回です。ジャン前を抑えて4番の旗段嵐が主導権、最終周回です。番手が川村、後ろを見ました。そして中段4番手まだ動きません。9番の黒田純で、そして後方2コーナー6番手からは1番の柴崎淳、まくってきました。バック番手まくりは3番の川村浩二ながら、これを飲み込んでいくか。1番の柴崎淳、まくり合戦だ。後方から2番の渡辺裕太もまくってくる。まくり合戦ですが、3番の川村踏ん張った。4コーナーから直線ですが、柴崎か、大外からは8番の鈴木誠も突っ込んで、どうでしょうか。内には3番の川村か。